お元気ですか？始まりましたミュージックプラス、ラベンダーの岡田まりなです。ビタースイートの長谷川萌実です。松原たけしです。ミュージックプラスはジャンルや世代を超える音楽に新たな喜びをプラスしてあなたにお届けしていくプログラムです。今回も様々な映像をご用意しています。どうぞ最後までお楽しみください。というわけで今日から番組がリニューアルになりました。はい、はい、これまではですね、渡瀬さん、拓井さん、田中さんのお三方が担当していたわけですが、はいはい、これからは私たち3人でお送りしていきます。はい、こうやって3人でお話しするのは初めてというか。そうですね、そうですよね、はい、いろんなミュージックフェスタとかね、あの里山のイベントでは、まあ、顔を合わせるけどこうやってちゃんとお話しすることってないですもんね。そうですよね。ドキドキしますね。ドキドキ、はい、ドキドキ松原さんもされてますドキドキしますよ。してないように見える？はい、なんかもう僕も結構年なんで35歳、今年36になるんですよ。落ち着いてるねって言われるんですけど、すごく緊張します。頑張ります。そうですか。冷静沈着に見えますけどね、はい、私たちも頑張りましょう。なんか女子アナ感すごい出てるけど、ね、なんか言われますよ、うん、なんかどうしましょう。でもいいです、うん、清潔感あってピュアでいいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。音楽ニュースをお届けしますそんな感じですね。ぽい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 。それでは楽しくやっていきましょう。お願いします。それでは番組を進める前にですね、はい、今回はリニューアル1回目ということで、私たちの紹介を簡単にさせていただきたいと思います。はい、まずは松原たけしさん。松原たけしさんは静岡県袋井市のご出身です。10代の頃からさまざまな歌謡コンテストで上位入賞を果たし、2005年に金沢望郷歌でデビュー。優しく透明感のある歌声は奇跡のクリスタルボイスと評されています。ありがとうございます。続いて長谷川萌実ちゃんは新潟県のご出身。2013年第3回フォレストアワードニューフェイスオーディションでグランプリを受賞し芸能界デビュー。その後田崎朝日ちゃんとユニットビタースイートを結成しボーカルを務めています。そして私、岡田まりなは東京都出身です。2012年田中玲奈さんが行うバンド活動のオーディションでギターの魚住ゆき、宮沢まりんとともにオーディションに合格し、ラベンダーを結成しました。田中さんと一緒にツインボーカルを務めています。ということでこんな3人ですが、はい、これからどうぞよろしくお願いします。お二人はこの番組でなんかこんなことやりたいとか何かありますかね。そうですね、私たち歌のジャンルがそれぞれ違うじゃないですか、はい、そうですね。なんでなんか普段歌わないようなジャンルを、はい、歌いたいなって思うんですよ。例えば松原さんだったら、うんうん、アイドルの歌をちょっと歌う、うん、歌ってみる、挑戦してみるって。それからいいですね、岡まりさんだったら、うん、演歌をこう歌う。演歌を歌いたい。長谷川は何だろう、何が歌いたい？ロック？ロック。おー、ロック。はい、なんかちょっと歌う場面があってもいいんじゃないかなって思います。楽しいですね。楽しそうですね。松原さんは何がありますか？僕はね、やっぱりね、演歌歌謡曲っていう世界はなんとなく皆さん多分ご覧になってるあなたもですね、ちょっとなんか近寄りがたいっていう印象あると思うんですね。それを、いやそんなことないんだよ、歌謡曲演歌もこんな近くにあるんだよっていうのを皆さんにこう感じてもらえるような、そんなミュージックプラスになったらいいなと思ってます。確かに。でも演歌歌謡曲ってね、はい、あんまり私たちがこう、うん、ライブとかでも、うん、やっぱり対バンとかもいろんな方するんですけど、はい、演歌歌謡の人はまずいないので。そうですね。そうだ。なんかこう番組通して私もいろいろ知っていきたいです。そうですね。ビブラートのかけ方とか教えていただきたい。あ、いいですね。いろんな歌にね使えますもんね、はい、ビブラートね。はい、私はですね、はい、なんかこう結構3人で音楽も、まあ、もちろんそうなんですけど、うん、音楽を離れて、うん、なんかこうその土地を散歩したりとか、なんかこう夜に見ても、うん、はい、なんか皆さんがゆったりと見れるようなぶらり旅のようなことをしていきたいなって思いますね。やってみましょう、いろいろね。はい、はい、まあ、何よりですね、私たちも参加します、はい、ミュージックフェスタボリューム3が4月18日からスタートします、はい、番組もライブもね、盛り上げていきたいと思いますので、皆さんぜひ私たち3人に期待していてください。
ビタースイートの映像をお届けします。3月5日に新宿ブレイズで行われたラベンダーのツアーファイナル公演にビタースイートもオープニングアクトとして出演させていただいたのですが、今回はその時のライブから恋愛ウォーズをご覧いただきます。どうぞ。ご覧いただいたのはビタースイートで恋愛ウォーズでした。はい、ということで、ラベンダーさんのツアーファイナルに出演させていただいたんですけれども、はい、この日は本編にも出演させていただいて、うんうん、恋愛ウォーズとあとサードシングルのもう一曲の恋心っていうバラード曲も歌わせていただきました、うんうん、で、もう前のツアーで私たち帯同させていただいたじゃないですか。もうその時は私たちなんかビターモードとスイートモードのそのセットリストを覚えてやってっ
ていうのが結構いっぱいいっぱいだったんですね。なんですけど今回ご覧いただけました？あ、見ました見ました、もちろん。いかがですか、おかまり師匠。師匠っていう師匠いいですね、はい、師匠と弟子の関係なのね。違いますよ、はいはいはい、結構、まあまあまあね、そうですね、なんか、まあ、前回 の, その一緒に回ってたツアーの時も、はい、なんかこう楽屋とかでも全然座らないくらいもうガチガチで礼儀正しくて、もう本当にもう2人でもう楽屋の角にずっと立っ て,、うん、立ってで出番になったらこう行ってきますって出て お疲れ様でしたみたいな感じで、大丈夫かなと思って、もう終始気を張ってるから疲れないかなってこっちも思ってたんだけど、今回は結構なんかもう2人も仲良くなっていて、でこう合間とかにも喋ってるのもすごく見られたので、なんかこう2人の仲も良くなった分、歌にもなんかこう統一感が出たというか、うん、すごいなんかこうハモリとかも綺麗でいいなって思いました。あ、嬉しいです。あ、なんかもうラベンダーさんのライブに出させていただくのがなんか久しぶりな懐かしい感じがして、で、あのファンの方々もあのこう結構受け入れてくださる感じで盛り上がってくれて、本当に楽しいライブになりました。いいです ね, ですね、なんかお客様と の, この一体感というか、はい、僕あの CD でしか実はビタスイートを聞いてなかったんですよ、はいはいはい、だからこうやってライブを見せてもらうと、あ、ライブに行ってみたいなってのすごく思って、また違いますよね、ノリノリにやってみたいなって、おじさん心って思いますよね。松原さんがこうやってるところを見てみたい。見てみたい、確かに。いや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 、頑張ります。ぜひ来てください。お願いします。はい、ということで、ビタースイートは目標だったワンマンライブが決定しました。おめでとうございます。5月10日から長崎、東京、新潟と3カ所回ります。朝日ちゃんと協力しながら頑張っていきますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしています。続いては大好評レコーディング企画の続編です。楽曲は4月1日にリリースされましたキュートのニューシングル次の角を曲がれ。これまでドラム編、弦カルテット編、ボーカル編、コーラス編とお届けしてきましたが、今回はシリーズの締めくくりとなるマスタリング編です。ではご覧ください、どうぞ。悔しくて悔しくてぶち壊し、今日はですね、レコーディングの一番最後の段階の、マスタリングという作業の、現場に来ております。今日は、ここ、都内にあります、テーマスというマスタリングスタジオにお邪魔してまして、キュートの、シングルのマスタリングをまさに行っておりまして、今日、マスタリングをしていただく、テーマスのエンジニアの、柴さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。柴です。はい、ということでちょっとあのマスタリングって何ぞやっていうことをちょっとお話聞きながら、あとまあ実際あこういうふうにやるんだっていうことをちょっとね あ, のあれしていこうと思うんですけど、あのそもそも
マスタリングっていうのはいわゆるこの CD それからまあいわゆる音楽を作るパッケージにする、まあ、いわゆる最終段階ですよね。そうですね。だからまあ皆さん分かりやすく言うとあれですよね、各、トラックダウンという作業、前にもこの番組でトラックダウンの様子をちょっとお見せしたんですけど、一曲一曲の音のバランスをとって音のお化粧をしていってその一曲をまとめるっていう作業がトラックダウン、まあ、ミックスっていう作業なんですけど、そのミックスをした複数の曲、もちろん例えば CD シングルだとね、2曲プラスカラオケ2曲とか、今回キュートの場合はトリプル A 面なんで、はい、3曲のいわゆる歌入り1曲目2曲目3曲目があって、そこにインストが3曲ある、その曲を、並べる作業、かつその1曲1曲をただ並べるんじゃなくて1曲1曲の一番いいところ、曲のいい聴かせどころっていうのをこう音質を最終補正して、それを補正したものを並べていくという概念ですかね。はい、もうまさにおっしゃる通りで、はい、はい、ほぼ今の内容で、はい、はい、間違いないかと思いますね。よかった、僕の知識は間違った、はい、まさにもう、まあ、スタリングの場合はトラックダウンと違って最終段なので、はいはい、一個一個のパーツをもういじるということはできないんですよね、うんうんうん、マスタリングに来ているマスターっていうのは、そうそうそう、もう2チャンネルになっている、ステレオミックス、はい、すでにミックスされたものが来ているので、はい、まあ、今のイコライジングとかでちょっと、まあ、中低域を例えば少し上げるとなると、うん、その中低域ら辺に関わっている楽器だとか、うん、声だとか声の低音だとかですね、はいはい、そういうところがみんな一緒に上がってくる、うんうんうん、でその中でその一緒に上がってくる者たちがどういう風に聞こえるのかっていうか、これはいい方向なのか悪い方向なのかっていうのをまあ皆さんに判断していただきながら聞きながらやっていく、まあ削るっていう方法もありますし、足していくっていう方向もあります、はい、いずれにしても一つのパーツだけをこういじることができないので、そうです、混ざってるもの、混ざってるものを、はい、だからなんつったらいいんだろうな、もうある程度出来上がった料理に最後のスパイスというか隠し味を入れたり、はい、まあ、逆にもうちょっと大胆にちょっと辛めなものを入れてみたりとかっていう、そうですね、はい、その微妙なさじ加減ですよね。そうですね、はい、まさにお料理の話で言えばもう最後の盛り付けの部分で盛り付けですよね。であと、盛り付けによって料理が美味しく見えるか、やっぱ青物入れるとああ綺麗に見えるとか、はい、そうですね、ここにトマトがあったらとかっていう、はい、なんかそういう部分、はい、でもあり、かつでもやっぱり製品としてちゃんと問題がない、ちゃんとクオリティのものにしなきゃいけないっていう、はい、その部分もありますよね。そうですね、マスタリングはそういう役割も担っている部分がありまして、はいはいはい、まあ、マスタリングエンジニアはその音質補正、音作り的なところもやるんですけど、うん、まあ、その一方でその最後に工場に収めるマスターの、うん、まあ、検聴検査ですね、うん、そういうものも通常マスタリングエンジニアがやったり していますの で、 そうですよね、まあ、QC なんていうふうな言い方を、うん、まあ、クオリティコントロールとかっていうのも、 QC 作業などもマスタリングエンジニアの、まあ、一つの仕事の一つですね、うんうんうん、ちゃんとそれが商品として、はい、適正な音質になっているのか、 そう、そしてマスタリングって基本的にそれぞれマスタリングエンジニアさん自分たちのルームを持ってやってらっしゃいますよね。そうですね、そこもトラックダウンと一つ大きく違う点かなっていう、うん、そうですね、トラックダウンとかはてかレコーディングはまあ割とホームグラウンドに使うところはあったりしますけど、でもまあスタジオの空き状況とかいろんな状況によっていろんなスタジオでやるんだけど、はい、マスタリングはやっぱりそのエンジニアさんの自分のルーム、そうですね、はい、それは結構世界共通、あ、世界共通なんですか、やっぱりアメリカでもイギリスでも日本でも、はい、その、まあ、使ってるエンジニアの専用の部屋があって、うんうんうん、そこでやることが、まあ、ほとんどですね、はいはい、全てではないですけどほとんどの場合はそうです、そのエンジニアの名前が冠された、うん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 、マスタリングルームだったり、ね、すごいすごい、ね、看板があって柴さんの名前入ってるね、そうですね、ね、まあ、はい、柴ルームなんですけど、はい、でもやっぱりいろいろ試行錯誤してこの部屋は作っているわけですよね。そうですね、はい、音響調整からそれから機材のチョイスですね、はい、はい、その辺はまあレコーディングとかもそういう側面あるかと思うんですけど、うん、やはりその自分の色っていうものをマスタリングに入れるときにどういう機材が いいんだろう、どういう機材の組み合わせで音を鳴らしたら一番望ましい欲しい音になるのかなっていうのはやっぱりエンジニアによってバラバラでですね、うん、はい、で、まあ、そういうわけもあって
マスタリングエンジニアの場合はそのいろんな部屋に行って、うん、いきなりそこで作業するっていうよりは、うん、もう自分が欲しいその音がバッチリ分かる、そういう部屋でずっと専任で作業することが多い。オリジナリティあふれる機材とかなんかあります？はい、まさにオリジナリティでいうとこちらのイコライザー EQ ですね。あ、本当だ。はい、マスの名前も入って、あ、柴さん名前も入ってますね。これはだからオリジナルで作った。ね、これはこしらえたものになりますかね。まさにそのさっきのお話の続きで言いますと、その自分の一番、うん、まあ、EQ だいたいエンジニアによって癖もあって、はい、どの辺の帯域をいじるとどんな音が出るとか、どういう音が好きとか嫌いとかっていうのがあるんですけど、うん、まあ、まさにそれを自分仕様にしていただいて。なるほど、はい、あ、それで、まあ、いわゆる作ってもらうんですか。そうですね、作ってもらう、まあ、はい、だからこの辺の、まあ、イコライザーってこの何 K って書いてある、はい、これ何キロっていうこの周波数ね。そうですね、まあ、それとかこのポイントをどれだけどうっていうのが自分の好みのところあるんですかね。そうですね、やっぱり好みとか癖、手癖みたいなものが あって、うん、はい、まあ、割といじる周波数のところをいい感じに出るように、うん、まあ、作っていただいてる、うん、どうしてもこう既製品というか、はい、ありもののやつだとその辺が少し自分の感覚と違ってたりとか、うん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 、ここがもうちょっとこうだったらいいのにっていうのが、はい、このオリジナルのものだと、まあ、これ、ま、全くのオリジナル、何かをこうモディファイしてやってる。これは全くのオリジナルです。あ、はい、フルスクラッチで作っているので、一つ、まあ、売りっちゃ売りなものですかね。はい、すごいな。でさらにね、このちょっと裏の方を見ますけど、この電源ケーブルっていうのがものすごい太いのと、ものすごいこれ、はい、なんつうんですかこれ、トランスかなったんで。あ、そうですね、トランス、まさにトランスですね。はい、電源ですね。電源も綺麗じゃないと音って濁るんですよね。はい、そうですね、はい、やっぱり家庭用の電源なんていうのはもう、ノイズの、まあ、塊というか、うん、で まさにそのノイズが邪魔をして音がちょっとこう曇っちゃったりだとか、うん、歪みっぽくなっちゃったりだとか、はいはいはい、でやっぱりマスタリングスタジオとかはその辺すごく気を使ってまして、うん、はい、電源も例えばこのテーマスで言うと、うん、ここはまあビルの一角にあるんですけど、はい、テーマスが使う電源だけは独立に供給してもらってるんですね。あ、そうなんだ。そのじゃあだからとにかくできるだけ純度の高い電源を供給して、はい、でできるだけ純度の高い音で最終工程ができるようになっている。そうです、ね、まさに匠の出せる技はい、あとはそのこのマスタリングスタジオっていうとやっぱりスピーカー、ここにこの大きなやつ、はい、これはどこのやつなんですか。これはムジークというドイツのスピーカーになりますね。はい、ただそれもこの部屋に合わせて、うん、いろいろ僕が音響の調整用のシートだとかを貼ってしまってるので、だってこのモコモコってこれ柴さんが貼ってそうです、はい、で普通はもっと普通に木目とかそうです、ブラックなんですよ。綺麗なピアノブラックのスピーカーなんですよ本当は。ツヤツヤのやつをツヤツヤのやつを、はい、じゃあそれはいろいろ試行錯誤しながら。そうですね、はい、特にこのムジークっていうスピーカー自体で、うん、出音を調整できないので、EQ とかついてなくて、はいはいはい、周りの鳴らす環境で調整するっていうちょっと難しいタイプのスピーカーなんですよね。だからまあ部屋の吸音材だとか、はい、このもこもこですね、はい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 、カーボンウールっていうんですけど、うん、まあ、それをこう貼ったりだとか、それをどのくらいの分量貼るんだとか、そういうようなことでもう職人技の職人技でまあでも答えないから一個一個いわゆるテス、ね、カットアンドトライでそうですねやっていくんですよね。はい、それとだからその下にあるインシュレーターってそれによっても変わりますよね。そうです、はい、それからその下の木のボード、そうですね、はい、もうそうだし、その下の台でも変わるんですよね。そうです、台でも変わります、はい、あともちろんスピーカーと壁との距離、はい、めちゃくちゃ重要です。めちゃくちゃ重要。あと、はい、この向きですよね。そうです、はい、じゃあそれも一個一個こう試行錯誤して。そうですね、うん、まさに本当に部屋によってなり方が違うので、うん、はい、もうマスタリングスタジオが10個あれば10通りの多分セッティングで、ね、はい。で一個で気になるのはジャック・ダニエルは、はい、あれもなんと音響調整に一役買っているという。え、そうなんですか。そうなんですよ。あれは何、別に自分がジャック・ダニエルが好きなわけではなくて、まあ、お酒は好きですけれども、はいはいはい、これは音響調整用の
いや、じゃあやっぱこれはイーチコじゃダメなの？あのイーチコでも威力を発揮するとは思うんですけど、はい、このジャック・ダニエルのこの 1.75 リッターの瓶が一番この部屋にはそうなんだそうなんです。へえ、これもいろいろ試したんですか？これは試したって言われる、自分がいろいろ教えをこうという、まあ、師匠的な存在がいるんですけど、はい、その方に、うん、このジャックはいいぞって言ってそしたらもう驚くほどの効果がありまして、具体的に言いますと、はい、あの 250Hz あたりを吸収してます、うん、ジャックの中にジャックの中にこれは本当マニアックですけど本当ですなるほどね、はい、あとね、もう一個気になったあの映してくれるあそこケーブルを、はい、あの三角形の、はい、あの、まあ、あれもインシュレーターの一種なんですよね。ケーブルインシュレーター、地面を這うとノイズが乗るから、はい、そうですそうです。あの一番防ぎたいのは振動ですね。はあ、あのラージスピーカーというのは結構なパワーで、あ、そうかそうか、ドーンって鳴るスピーカーの振動、そっか、それによって左右される部分を、はい、あのできるだけ軽減するために浮かせてるわけですね。そうですね。でただでさえこう地面にケーブルを設置すると振動があると言われてはいるので、その二重の意味合いがありますかね。でこれ一つだと効果のほどはわからないんですけど、うん、こう気合を入れて全部を浮かすと、うん、随分とこうスピーカーの聞こえが良くなるっていうか、うシンプルに言うとですね。なるほどね、はい、一個一個がね、いろいろ試行錯誤をして作った工房ね、まさに工房だと思うんですけど、ね、だからそこでやっぱりできたものっていうのがやっぱり僕ら信頼してこれで最終段階 OK だっていうね、はい、その、信頼関係というか、それがマスタリングの真髄かなと思いますけれど。お届けしたのはキュートのニューシングル次の角を曲がれ、レコーディング映像マスタリング編でした。ね、このマスタリングという言葉、はい、よく聞くけれども、うん、一体何をしてるのってね、はい、多分あの画面を見てくださってるあなたもねちょっと気になってたと思うんですよね。わかりましたね、だいぶね。いや本当に、はい、なんかこう、世界共通でエンジニアさん用の部屋があるっていう、うん、いやすごいですよね。すごいですよね、うん、なんか本当にやっぱりそれぞれの癖もあるでしょうし、うん、こう個々のなんか機材をこう自分用に作ってあるっていうのが、うん、本当こだわりを持った匠の技だなっていうのがすごく伝わってきました、うん、なんかこう一見聞くと贅沢にやってるような感じもするかもしれないけど、うんうんうん、でもそれだけ大事ってことですよね。そうですね。そのマスタリングという作業、うんうんうん、どうでした、はい、あのコードを浮かせるっていうそれほど繊細なことをするんだってびっくりして、うんうん、なんかぜひそのマスタリングをする前の、うん、形とマスタリングした後の形を聞き比べてみたいなと思いました、うん、そうだね、わかるかな、うん、僕らにどうですかね、繊細な、でもすごいその匠の技があって、うん、CD となって皆さんにこう聞いていただいて、うんね、こうやって楽しんでいただけるってことを考えると、うん、本当になくてはならないエンジニアの方の、うんまあ、匠の技ですよね。そうですね、いろいろ知ることができました、はい、こちらのレコーディング企画は今後の配信でもお届けしていきます。どうぞお楽しみに。続いては発売中の中島拓衣さんのニューアルバム「レンガの家」の全曲解説です。今回は前編をお届けします。どうぞ。中島拓衣です。この度、4月8日にですね、中島拓衣のニューアルバム、15作目になりますね、レンガの家というアルバムが、リリースになりました。今回はですねこの15曲も、また今回収録してしまったわけなんですが、この全曲解説をですね、してみたいなというふうに思っております。前作のですね、ビート&ルージュという、アルバムがありまして、これもまた15曲入りのアルバムだったんですが、これがちょうどデビュー15周年に当てたアルバムだったんですが、それと今回のこのレンガの家、これはですねボリューム1とボリューム2という形を自分は考えて作りました。ビートルズでいうとこのラバーソウルと、リボルバーという意味合いがすごく強いんですけれども、
もうそれこそそうですね、ビート&ルーズというアルバムを作っている時からこの、曲たちもほぼ、ありましたし、その分け方もなんとなく自然にこういう風にセパレートになったわけなんですけれども、前作がギター中心のアルバムだったに対して今回は、ベースのアルバムですね。ベースのボリュームが非常に大きい、そんな、アルバムになっております。じゃあ1曲ずついきましょう、まず大器晩成。大器晩成、これはそうですね、アンジュルムさんが、歌っていただいて、まあ、自分のバージョンがアルバムに収録しているという形なんですけど、僕の方のバージョンは、もうそれこそ、ポール・ウェラー直球な、感じでマイナーコードの、ロックンロール、コードはもう3つしか使ってないんですけれども、すごくシンプルでリフで展開していく中で、メロディーだけが変わっていく、歌詞だけが変わっていくという、まあ、非常に洋楽的な曲の作り方なんですけども、実を言うとずいぶん前からあってね、ようやくこのタイミングでこの詩が書けたんで、収録されたなっていうところに行き着きました。もしか20代で発表してたらもっと長いイントロがついたと思うんですけど、もう30代になってよりこう引き算ができるんだって、アレンジにもこういうダダダっていうね、すごく短い、イントロがついて、アルバム1曲目を飾っております。2曲目いってみましょう。続けろ、これはシングルにもなっておりましたけれども、去年の12月に、リリースになったシングル曲を、まあ、アルバムだとまたちょっとね、歌のテイクが違ったり、ミックスのバランスが違ったりするんですが、あた、新たにハーモニーが入ってたりとかね、するんですけど、これはもう本当にアルバムをこう作った時にもう絶対2曲目だなという、本来先にシングルを作って収録してるわけじゃないんです。僕はアルバムを最初に全部作った上でそこからシングルをカットしていくってやり方をしていくので、もう絶対2曲目このドラムから走る、このロックのね、定番なスタイルというか、アップテンポの8ビートで2曲目を飾るという、で、まあ、詩のメッセージはその名の通りこう続けろという、今まで15連16連やらせてもらった中で、自分が思う培ってきたものを歌詞として、すごくパンキッシュな、曲調メロディーに乗せて歌っております。ライブでも新曲と思えないぐらい盛り上がってますので、感謝しております。気に入ってもらえたら嬉しいです。はい、そして、お前は持ってる、これはね、アルバムの中で一番短い曲かな、もう2分台だと思うんですけど、これは、中学校3年生ぐらいの時に、書いてた歌です。はい、そんな曲も収録されています。聞いての通りものすごくストレートなパンクナンバーで、すごくシンプルなアレンジになってるんですけど、もちろん今36歳の中島拓也がいろいろアレンジを施して詞を書き直してこうなってるっていうんであって、曲自体が、中学校3年生ぐらいの時に14、5歳の時に書いてあって、今回収録に至ったという、そんな曲がねゴロゴロあるんですよ。常にこう 今の自分で書いた曲と、すごく昔に作ってあった曲をなんか一つにまとめるのがすごく好きで、まだまだそういう曲も眠ってるんですが、今回この曲をちょっと何か引っ張っていこうかなと思って、お前持ってるという曲になってます。そっと心のドアを開いて、ためらうことなど何もない。4曲目、一人になろうとしないで、これもすごく非常にポップでね、大好きな、歌ですけれども、そうですね、まあ、なんて言うんでしょう、本当にこう人間、まあ、歌詞の世界ですけど、いろいろこうね、励ましてあげたくても一人になろうとしちゃって、いや大丈夫だからって言って人の気持ちからどんどん遠ざかって遠慮していって、なんか孤独になっちゃう人、それを励ます、そういう人を励ます、メッセージソングとなっております。非常にあったかい歌だけど、サビもすごく開けてね、ものすごく大好きな、いい曲になっております。気に入ってくれたらこれも嬉しいな。5曲目、オンジョージリサ、All Good Idols Go To Heaven。 これは前作の Beat and Lose というアルバムを聴いてくれてる人はニヤッとすると思うんですけれども、もちろん架空の人物です。前作の Beat and Lose で斉藤大輔、All Good Adults Go To Heaven という曲を書いてたんですが、それのアンサーソングと、なっております。タイムマシン3号の2人がですね、前作も、その斉藤大輔という曲で、解説を入れてくれてニュースを読んでくれてるんですけど、それの続編でもう一回、タイムマシンの2人に、ニュースの続きを読んでもらっているという、だから、まあ、両方聞いてもらえると本当に面白い、内容になってますので、
ストーリー性のあることをちょっとやってみようかなというふうに、思いまして、もともとはね、でもあの前作のアルバムを作った後に、彼らタイムマシーン の、 あのラジオに出させてもらった時に、山本くんがこれ続編作ったらどうすかつって、あのその先のニュースだってなんか発展しそうなことないですかって言われて、あなるほどなと思って、すでにもうあのボリューム2を作ろうと思っていたから、アルバムとしてね、このレンガの湯だったら一曲そういう橋渡しになる曲があっても面白いんじゃないかなっていうことで、あの詩から全部書いて、でめちゃくちゃあのストーンテンプルパイロッツみたいなヘビーなリフなんですけど、こんな曲にこんな詩載ってんのかっていうぐらい面白い内容になってます。ぜひあの映画のような一曲ですから、楽しんでもらえると嬉しいです。悔しくて悔しくて打ち込む、続いて6曲目、次の角を曲がれ、これはあのご存知の通りキュートさんも歌ってくれておりますが、このアルバムが完成間近の頃にですね、スタッフがあの、まあ、アンジュルムさんの大器晩成もそうですけど気に入ってくれて、ぜひ歌わせてほしいということで、そこであの歌ってもらえるんだったらちょっとシングルらしいエディットが必要だなってことで、そこから自分の曲自体も頭サビにしたりね、詩の何箇所をちょっと、書き直したりとか、そういうことをさせてもらって、そういう話をもらわなかったら自分も気づけなかったことがあったんで、非常にあのキュートのスタッフそしてキュートさんにも感謝しております。自分のバージョンはもうブリティッシュソウル、直球のスタイルカウンシル的なね、やっぱりこう好きだからこそ、こういう曲をね匂わせていきたいっていうのもありまして、メジャーセブンスコードを主に使った一曲なんですけど、あの日本のロックメジャーセブンスでロックする曲が非常に今少ないなっていうふうに思ってて、イギリスにはたくさんあるんです。アメリカもすごく少ないね。だからまあ、今日もスーツですけど、こういうブリティッシュに、ブリティッシュの音楽に通ずるそのファッションだったりとか、こういうスーツだったらどういう曲歌うのってなったら、やっぱりこういう次の角を曲がれみたいな曲が一番しっくりくるし、僕が弾いてるエピオンカジノっていうギターで全部これも撮ったんですけど、エピオンカジノじゃないとやっぱああいうサウンドにもならなかったりとか、ベースもミュートベースでね、ずっとこうミュートしながらトットットットっていうこうサスティンの短いラインで、全部弾いてたりします。まあ全部今のベースの話で出ましたけど、基本アルバム全曲ギターもベースも自分が、キーボードも全部自分がやっておりますので、この東京タワーっていう曲は自分でドラムも叩いてたりするんですけど、とってもイギリスの音楽好きな人には、一番伝わるというか分かってもらえる、気に入ってもらえる、そんな曲になってます。ここじゃないと分かっているのに、7曲目、ここじゃないと分かっているのに、これはなんて言うんでしょうね、ポリスとハードコアを足して2で割ったような、マイナーチューンなんですけど、途中ものすごいハードコアになる場面と、すごく冷たい感じのね、歌と歌詞を伝える場面と、2つがこう融合されたそんな曲になってます。この曲もずっと昔からあって、やっと詞がついて今回リリースに至ったっていうことなんですけど、ポリスっぽいこうギターの開放弦を使ったリフでね、メロディーを回していってサビになったら、一気にハードコアになるという、だけどすごくこうなんて言うんでしょうね、こうじゃないと分かっているのにっていうコードはなんかこうビートルズで言うとレディマドンナみたいな仕掛けが入ってたりとかして、なかなかこういう曲も日本に少ないなというふうに思うので、ライブでものすごくカオスとして盛り上がる一曲なんじゃないかなというふうに思ってます。もう全て忘れてしまえよ、忘れてしまえよ許してしまえよ、まあ、このアルバム15曲入ってて、僕のイメージではこの曲が A 面終わりです、次の頭から B 面というイメージになっておりますが、これも先行シングル、どんなことがあっても、両 A 面でリリースになっている曲で、これも歌のテイクがテイクとか違います、アルバムを歌い直してたりもするんですが、ミックスも、ちょいちょい変えたりとかして、まあ、聴き比べるとまた面白いんじゃないかと思いますが、バラードというとね、一概にそうとは言い切れない曲でもあるし、すごくヘビーで、アッパーなんだけれどもこうミディアムスローでこう歌詞を伝えていくというものすごくスケールの大きい、一曲になってます。出だしのアルペジオのイントロとかもね、開放弦使ってるんで、これやっぱ本当にイギリスのロックが好きな人にはすごく気に入ってもらえるような曲の構成ですかね、なってます。どんなことがあってもそのなんて言うんでしょうね、嫌なこととか許せなかったこととかっていうことにこうふと思い出してつまずいてしまうこと、進めないことたくさんあると思うんですけど、もういいじゃねえかと、それすらも忘れてしまわねえと先進めねえよと、
自分にもあることを自分自身に歌いながら自分自身に問いかけているそんな一曲になっております。お届けしたのは中島拓衣さんのニューアルバムレンガの家全曲解説前編でした。はい、盛りだくさんでしたけれども、はい、こちらですね、はい、レンガの家いかがでした？やっぱり拓衣さんってすごいトータル的になんか音楽だけじゃなくても総合プロデューサーみたいなところがあって、僕たちのねミュージックフェスタのまあバンマスでもあって、なんか先生みたいなね表情もあったりして、本当いろんなトータル的にいろんな角度から見てくださってるんですけど、ご自身でこのアルバムの解説をしてくださるっていうのはすごい贅沢でしたね。そうですね、それぞれに良かったですし、僕特に気になったのは4曲目の一人になろうとしないでっていう、なんか今の時代すごいなんか自殺の問題とかいじめの問題とか本当にちょっと心が痛むようないろんなことがあるんですけども、この歌を聴いたらもう一人でも多くの方がなんか勇気づけられるんじゃないかなと思って、ぜひねそういう悩んでる人にこのアルバムを聴いてほしいなと思います。はい、私はですね、A 面最後っておっしゃってた、忘れてしまい許してしまいのこの歌詞を本当にこの間たまたま読んでたんですよ、家で。それでこの歌詞、拓衣さんも言ってたんですけど、こうなんかいろんなことがある中で、こう乗り越えた時ってそのことすら覚えてなかったりとか、こうそんなこといちいち気にしてないで次のステップの自分を生きてるっていうことって本当にあるなって思って、なんかこうしかもそのことがあったからこそそれを乗り越えようと思って自分が頑張っていけたっていうことがすごく書いてあって、なんかこの曲を聴いていたらこう希望が持てるというか、すごくなんかこう人生頑張っていこうって思えるなって思いましたね。そうですよね。 A 面今そのレコードじゃないんで CD はその A 面 B 面ってないんですけど、やっぱり拓衣さんなりにその A 面のラスト、そして B 面の頭はこれっていうのをやっぱ決めてるっていうのが本当にトータル的な才能がすごいなと思いました。そうですね、励まされる歌が多いなって思いましたね。確かに、なんか歌も詞も、この曲の感じもすごいなんか応援してもらってるっていう感じがして、であと思ったのは、なんか中学生の頃から作っている曲があってってさっきおっしゃってたじゃないですか。なんか常に作詞作曲されてるのかなって思うとなんか会った時も考えてるのかなとか、確かにちょっとなんか会った時緊張しません？あ、もうずっと喋ってる時に今何を考えられてるんでしょうかみたいな、なんかミステリアスな頭の中どうなってるのかパカッと開いて見てみたいね。そうですね、もうドラムとかギターとかベースとかも何でもされるって、全部自分でやってるってことですね。すごいですよね。そんな気になるレンガの家の後編は次回の配信でお届けします。大器晩成、もうそんな人生、もうひっくり返せ、今掴みたい。一歩また一歩
してきたミュージックプラスですが、残念ながらお別れのお時間です。リニューアル1回目いかがでしたでしょうか。お二人もどうでしたか、リニューアル1回目。うん、すごい楽しかったです。うん、あのやっぱりアップフロントグループって言いますかね、その自分が所属してるその仲間のいろんなことを深く知ることができて、はいはい、VTR も楽しかったですし、うん、なんかすごく勉強になって、これから自分も成長していけたらいいなと思いましたね、うん、はい、うん、そうですね、たくさんあの映像も見れて、うんうん、本当になんか勉強になることと、まだ知らないこといっぱいあるんだなって思いました。そうですね、はい、なんか本当にこう贅沢な解説も聞けましたしね、うん、今日は音楽について自分もどんどん詳しくなっていきたいなって、今後もすごく楽しみになりました。それでは最後にお知らせです。私たち3人も所属するアップフロントグループの音楽フェス、ミュージックフェスタボリューム3が開催します。4月18日からスタートなのですが、公演は北海道、福岡、愛知、大阪、東京の5カ所各公演のチケットは現在発売中です。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。それでは私たちからもお知らせがあります。まずは松原さんからお願いします。はい、松原武はですね、今雪明かりの駅、そして三日月が綺麗だからというこの CD が絶賛好評発売中で、僕松原武の10周年記念 CD として発売中です。雪明かりの駅、そして三日月が綺麗だから、三日月の方はつんくさんの作詞で、もう本当に深い愛 あのメッセージを届けてくださってるので、僕は歌い手としてこう歌っていけたらいいなと思ってます。詳しいことは松原武のホームページまたはブログをご覧ください。ビタースイートサードシングル恋愛ウォーズと恋心が発売中です。そして私たち念願の初のワンマンライブ、ビタースイートのファーストショーケースが開催されます。5月10日長崎、5月16日東京、5月17日が新潟の3カ所で開催します。最新情報など詳しくはビタースイートのオフィシャルサイトをご確認ください。ラベンダーは4月24日に中島拓衣さんとのツーマンライブを行います。アナザーオブミュージックフェスタ中島拓衣ラベンダー、これはですね渋谷ですよで、行います。今回まあ本当にさっきも解説見ていただいたんですけど、あのね素敵なアーティストさんと一緒にツーマンライブやらせていただけるということで、ラベンダーもすごく張り切っています。ぜひぜひ見に来てください。その他ラベンダーの最新情報などはオフィシャルホームページをご覧ください。番組へのメッセージ、ソングプラス U への投稿はこちらから。ミュージックプラスはこれからもたくさんの要素を取り入れてどんどん進化していきます。どうぞお楽しみに。それではまた次回のミュージックプラスでお会いしましょう。お相手は松原武史とビタースイートの長谷川萌実とラベンダーの岡田真理奈でした。さようなら。